僕港火力発電所は沖縄県浦添島機構にある沖縄電力の石油火力発電所。戦後の沖縄では最初に作られた発電所である。戦後、米軍統治下となった沖縄においては発電は米軍からの払い下げられた発電機を使用した民間の電力業者が乱立した。しかし規模が小さく。 全地域に電力が回らず、さらに米軍においても自らの発電量では、電力が不足するという状況に陥っていた。そのため、米国民政府は1950年に沖縄全島電化計画を発表、浦添島機構に火力発電所の建設の計画を立てた。そして、 1953年4月に、僕港火力発電所として1号機が運転を開始、4号機までが建設された。この発電所での電力は主に米軍向けであったが、米軍で余剰となった電力は民間にも供給されることとなり、1953年から1957年にかけて民間配電会社として、松岡配電、沖縄配電、 中央配電、膝川配電、名護配電、東部配電の6社が設立、さらに1954年には電力の供給会社として琉球電力公社が設立、同年に発電所の所有権を取得した。なお、後に需要の増大とともに、米軍の発電線ジャコナ号インピーダンス号を使用した発電も行われるようになったが、 その後も需要が増えたため緊張に、金火力発電所が建設された。1970年からは、順次5から9号機までと、ガスタービン発電方式の1、2号ガスタービンが、増設された一方、老朽化に伴い1から4号機は1978年に、5から8号機は2014年に廃止された。1950年代の僕港火力発電所。 ありがとうございます。